お疲れ様です。ラットです。今日はですね、久しぶりにこちらのね、ロケットデッキを使っていこうかなと思います。で、なんかもう焼き鳥と久しぶりにね、前あったんですけど、ほんとここ最近なんか焼き鳥がロケットゲーみたいな、ロケット気持ちいいみたいなのをなんか言われて、なんか今ロケットが強いみたいなの言われたんで、僕もじゃあロケット使おうってことで、このね、ディガポイロケットデッキを使おうかなと思います。ってなわけで、まあ3戦ほどマルチを、まあ、やってね、いけたらいいなと思います。で、もう本当にこれ守るだけなんで、このデッキ。本当に守ってスペル打つだけなんで、結構、作業的には楽だと思います。本当に守るだけです。結構、北とかだったら、守って攻めて大変だと思うんですけど、言うてディガポイ攻めてんのかな。もうでも守るだけですね。はい。守るだけです。なんですけど、守れなかったら言っても終わりです。はい。守るデッキなんで、守れなかったら負けます。というわけで、アイスイーズが欲しいですね。アイスイーズがないのは超辛ですね。まあ、ポイズンのとこ、もう一個くらい対空多分出てくると思うんですけど。あ、ボンバーってすごいですね。珍しい。ボンバーはすごい珍しいですね。このミニペ、いや、小型ゴーレムぐらいキングにしてもよかったですけど。これ多分一発でしょ。はい。この一発ぐらいはまあいいですね。で、多分トルネがないんで、後ろにリガー出して、多分です。なるほどね。スキアミとはまた、えぐいですね。で、まあ、本当に、もうあとポイズンロケで削っていきます。で、キツゴレ来たら、ゴーレにロケット打っちゃうかなと思ったんですけど、メガゴにロケット撃っちゃうと、このメガゴに対して防衛しないと、このメガゴが入るんですよね。2発ぐらい。あ、1発しか入んない。なんで、もうあとまた守ります。守るだけです。守って、あれですね、ロケポイバン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 やるだけですね。というわけで守ります。あ、これ墓石もう1個右ですね。やらかした。ふぅー。というわけで、まあ、エイスイズ出して、まあ、ライトニングとかだったらちょっと慣れるんですけど、気持ち。応援ね。防衛がやっぱしっかり処理すると、ゴーレも楽に防衛できます。ああ、そのあれはおしゃれですね。でもこれミニペッカはこれキングに吸ってあげて、一発はね別にいいですね。一発はその両サイ削らすっていう意味で、でここでディガー飛ばすと相手はスキャミ絶対出してくるんで、ここでスキャミ打ちます。よいしょ、スキャミ打ちましたね。ポイズン打ってメガゴがたまたま右に来ると思ってこの位置のポイズンしたんでしたけど、大体 したんですが、ですけど、そんなんでしたね。で、これロケット2周なんで、2周は嘘ついたな。ロケポイだけで1000何歩削れるんで、まあいいかなと思います。これ多分ディガー、メガゴを殴られるな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これもなんか、全集めします。全かき集めゲーミングします。かき集めーよいしょーで、あ、このゴールやばい。調子乗ったかも俺。でもこれ墓石がギリ間に合いますね。よいしょ。もう一回かき集めたいと思います。よいしょ。大変ですよ。これ右側にアイスイーズが残ってるんで、それはすごい助かりますね。かき集めーよし。あ、後ろのボンバがちょっとやばい。緊急 D が出したんですけど、多分いらなかったっていう。まあ、かき集めができると、すごい楽に勝てますね。なんか相手がこれ多分たまたまポイズンとかライトニングを持ってない人なんで、それに救われてますね。なんか普通にポイズンかロケあると、もっともっと苦しいんですけど。なんでもゆっくり僕は、これできますね。これもダクネにポイズン打っちゃっていいですね。よいしょ、あれ、タルババ転がして、かき集めゲーミングして、このミニペは墓石で受けて、よいしょ。ミニペだけ気をつけてですね。痛い。俺の SG がどっか、あ、でもこれあれだ。もうロケポイけんないやつだから、ポイズンが、何歩か忘れたんですけど。よいしょ。何歩か忘れたんですよね。リガポイロケが約1000ぐらいあるんで。はい。これで多分、ヒューって感じです。グッドゲーム!これは、申し訳ない。本当に申し訳ない。相性的な面が多分、これ、えぐいっすね。相手にライトニングあるだけで多分僕は今負けてたと思うんで、単体ミニペとかの刺すところはうまかったですね。はい、というわけで、守るだけデッキです。守るだけ。防衛に自信がある人はぜひ。
てかもう攻めるのがだるいなと思った方はぜひなんでまあいいですね。よし、さあパパにスマホ取られたさん、よろしく。この人前も多分当たった気がするな。何だったかな忘れた。なんかのデッキ使ってた。うん、ディガー、しかも12、すごい。これはあの受けれる方ないんでメガゴぐらいですけど、ちょっとメガゴ使うのもったいないかなと思ったんでパスでいきます。守るデッキなんで守んないといけないですね今の。これディガーのダメージですら痛いまでありますね。相手のデッキは分かんないですね。アイゴリディガー、 あバルーンか、普通にバルーンですね。アイゴルバルンディガーザップなんだ、バルーンぐらいしか思いつかないんですけど、これタラパバーで防衛します。よいしょ。でもう一回ディガー飛ばして、おお、なるほどね。これポイズン打っちゃおう。ポイズンってマスケ処理してからの後々ディガーしてですね、立ちたら多分ファイスピかな。ファイスピ受けがトルネはさすがにないと思うんですけど、まだ分かんないんでここに出します。多分相手なんだろう、まあなんか墓石相手に多分活躍せんだろうなと思ってここに置いたんですけど、バルーンでしょこれバルーンじゃないのかな、逆にバルーンじゃないのかな。これアイスイズ出して多分ディガー飛んできた瞬間にタルコ転がします。ファイスピ、なんだこれマジでなんだこれボットっすね。まあこれディガー警戒メガゴ出して、ちゃっちゃディガー飛ばして、あ、バルーンですね、やっぱりおもろく打って、よいしょ。相手のマスケですね、問題はマスケをしっかり受けていかないと、痛いですね。これ今の墓石読みですかね、多分相手はうまいですね、いいファイスピですね。まあでこれは一回キング起動したいですね。墓石プラストレーニングでキング起動ができるんで、キング起動するとすごい楽になるんですけど、逆にできないとちょっと辛いですね。ちょっと辛い。でもディガーが、でもケツマスキーがだるいんですよ、僕普通に。ケツマスが相手のケツマスがマジでだるい。同サイドに切り替えるっていう手もありますね、さと。気づいた。僕が気づきました。というわけで、同サイドに切り替えます。これ、今からですけど、全然間に合いますね。よいしょ。もうこっちのね、バルーンだけしっかり切り替えて、ケツマスキーなんできたら、もうロケボーンですよ、ロケボーン。あ、待って、やばい、痛いよ、これは痛い。これこれマジでもったいないですね。もう、アイスで竹取ってあげて、メガゴで殴ります。よいしょ。よいしょ。で、このメガゴに、タルバオとかね、合わせて、暇なんでね。これもディガ痛いんで、もう殴らせません。これ、この間にね、じわじわと僕、左削れてきてるんでね、これマスキには絶対ポイズン打ちます。でまたね、墓石置いて取り寝しちゃえばバルーンも全然怖くないんでね。よいしょ。で、これディガーが多分痛いんで、これディガー溶かしつつ、これしっかりバルーンを取り寝で、キュイーン !OK。ふーって感じですね。これまたポイズン打って、タルババで処理して、よいしょ。問題はディガーです。相手のディガーが厄介なんで、ディガーだけ受けたい。でも相手これマスケ処理された時の、でもこのディガーが、ああ、いいタルババ。めっちゃうまいっすね、それは。よいしょ。マジでこの、アイシーズ延命ゲーミング。で、このバルーンのバカも痛いんで入れさせませんと。で、1000ぐらい行くと、もう僕の、圏内になっちゃうんで。1000が圏内ですね、僕の。1000から圏内ってやばいっすけどね、なかなか。もう1000は僕のダメ圏内ですね。よいしょ。で、これディガーが痛いんで、ディガーはしっかり防衛します。バルーンはもう墓石取れないで守れちゃうんで。あとはもうディガーがもう敵のになんか殴ってくれると僕の勝ち圏内ですね。相手のこのマスケの高めの位置がちょっとうまいですね。これわざと遅れてアイスイズ出して、このディガー若干許容しよう。あ、これロケっぽい圏内ですね。これ爆破入るとやばいんですけど、ギリ様子見て。よいしょ、多分これ入ってないですね。なんでこれはもうロケットでフィニッシュ。いやー、まあ
ちゃんと攻めてるじゃんって多分コメント来ると思うんですけど守るだけとか言ってちゃんと攻めてるじゃんって言われるかもしれないんですけど、まあ守ってるだけですね。というわけで、まあ、ラスさん行こうかな。ラスさん次方はグロ200ぐらいですね。じゃ今期はロングシーズンって言われてて、長いシーズンでトロ上げのチャンスなんで、ね、で多分過去一で普通にもうグロトップは多分8000とか出るんですよ。8200とか多分いくと思うんですよね。8200ぐらい出ると思うんで、まあ、8000目標に、まあ、81とかもできるだけ上目標に、ね、今期は頑張るんでしっかりトロ上げもしていきたいなと思ってますね。今期はよろしく。守ります。墓石置いてギャングだったら迫撃かラバルかとかですかね。これタル打ってもよかったですけど、まあ一旦ディガーね。アウトロギャング迫撃ですね。迫撃は若干ちょっと辛いかな、まあ、若干そのなぜなら相手はポイズンとかきついと思うんですけど、僕のなぜなら相手のこれディガーがねきつい、僕の時ディガーがきついのと、あ、これいらないかな、調子乗ったわ。この墓石とかすると迫撃受けがなくなるんでね、この墓石はやったらダメですね。今のダメージ許容してでもちょっとね受けてもよかったかもしれないですね。迫撃置かれたらその瞬間これ飛ばして、あ、間に合わないか、ギリ間に合わなかったですね。これ奥にタワーの奥にディガー飛ばすと迫撃がターゲット取るんですよ。とか、まあ、逆サイの手前とかでもいいんですけど、なんで攻めたディガーで迫撃のターゲットを取って、でその間にポイズンとかで対応していきたいですね。これはまあ我慢ですね。このダメージで我慢します。よいしょ。で、まあ、とりあえずユニット出して右にメガゴ出すとアイスイズメガゴにファイブかなんか打たれちゃうんで、でこれもう一個左でよかったな。で多分右に迫撃置いてきますね。攻めポイをさせないように。なんで、ああ、このファイブが痛いですね。これはギャングがくきますね。はいはいはいって感じで、まあまだね。でロケはじゃあいつだ打つのってなるんですけど、そう、それなんですよ。打てないんですよ、マジ。なんで、ケツアウトローのガールが多分出てくると思うんで、この辺に。なんも当たんねえ。なんも当たんないですけど、まあ、ロケで削っていくのは大事ですね。守ってロケ削りですね。僕はマジで守ってロケ削りで、あその内側、あそこの D 側ですね、あそこに出すと、あ、今打ってないんですけど迫撃やターゲット取ってくれるんで、でこれちょっといらなかったかな。でまたこの墓石はこっちに置くと相手のファイブが届かないんで、ここに置いていきます。あー痛い、やばい、この陸行き、やばい、入る、なんで、お前。で、これ多分ディガー来るんで、これもう先読み、うわマジ？ちょっと待って、痛い。あ、終わった。これはちょっとあれっすな、ちょっときついですねって感じ。迫撃は、まあ、勝てないことはないんですけど、多分、今僕逆サイ攻めてたんですけど、同サイ、やっぱ相手に合わせて絶対同サイでディガープラスポイズンとか、でやっていかないといけないですね。逆サイ削ろうとしても攻め迫撃をどうにもできなかったんで、あれですね、ちょっとまだまだ足りないなっていうのをね思いました。はい、はい、なんで、まあ、迫撃と当たったら、まあ、同サイも相手を逆サイにしてきたら、じゃあ俺も逆サイにしてあげて相手に全部合わせてあげるといいかなと思います。というわけで、まあ、今日ね、こんな感じでこちらのロケットで削り、多分なんもないんですけど、ぜひね使ってみてください。というわけで、この動画が月曜日、まあ、今日祝日の日ですね、上がるんですけど、そのもう明日から火曜日から中国に行くんで、世界大会 WCG の大会に行くんで、もうで中国だとなんかネットの規制があるらしくて、多分 YouTube とかもなかなか上げにくい、なんかいろいろそのなんかねややこしいことをするとできるようになるらしいんですけど、ややこしいこととか僕苦手なんで、そのしないんで、多分 YouTube をちょっとまとめ撮りしないといけないっていうので、ちょっとね、はい、今から急いで5分ぐらい撮ろうかなと思います。というわけで、なんか中国での様子とかのね話の動画は、ね、あんま出せないかもしれないですけど、そこはねちょっとお許しを。はい、というわけで、またバイバイ。